わ、いっぱいありがとうございます。嬉しい。今日はもういっぱい祝ってもらっちゃった。イエーイ、ハッピーバース、あ、ありがとうございます。ギャオスケさん、あ、違った、タワー、え、これタワー、え、タワーやんの、え、タワーじゃないの、ギャオスケさんじゃないのか、あ、ちゃうちゃう、あ、ちょっとやばいやばい、コメント早すぎて、あ、マーシーさんでした。あ、マーシーさんとロンドベル、マーシー&ロンドベル、ありがとう、どうもありがとうございます。マーシーさんとロンドベルさん、ありがとう、バースデープレゼントありがとうございます。ちょっと今日はカラオケ配信をしようと思うんですけど、ちょ、充電が危険なので、じゃあしばらくトークでいきたいと思います。しばらくトークして、まあ歌ってる時に充電できなくて、ちょっとしばらくトークしてたまってきたらカラオケしようかなって思います。いや、全然充電いっぱいあるんですけど、今携帯熱くてカラオケしたらすぐ減っちゃいそうなんで、ありがとうございます。いっぱいおめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうもう誕生日感満載です。歌う曲はもう決めました。あ、きたちゃん、ありがとう、タワー、ありがとう、嬉しいです、バースデープレゼントありがとうございます。あ、なんか可愛い、なんか公式のあれ見ました？公式のなんか誕生日を迎えましたみたいなやつ、なんかすごいすごい見たことないワードが誕生してたんですけど、ロリ、あ、違う、ジョジお姉さんみたいな ありがとうございます、くまー、ありがとう、ありがとうございます。今は、あ、 78% ですね、充電 80 ぐらいまでちょっといきたいな、充電。お誕生日ハッピーバースデーつけて祝われる気満々です。お誕生日おめでとうが、あ、待って待って待って、ナンバーワン、ありがとう、タワー、ありがとうございます、ありがとう、ちょっと待ってね、
ありがとう。あ、そう、そんで一番、あ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。一番最初に連絡来たのは松岡さくらちゃんでした。一番早かったです。さすがですね。いいよ、早かったです。今日はなんと同期に、同期のみんなが、みんなというかはるちゃんとカレンとゆいながお誕生日をお祝いしてくれたんですけど、もうね、あの、まずゆいなと、あの、あれなんですよ、ゆいなと約束してて、ちょっとなんか暇やねんけどみたいな、今日リハーサルなかったから暇やってんけど、ちょっとゆいなお出かけせへんって言って、でほんまに何もせんくていいから、ただ一緒におるだけでいいから、ゆいなお誕生日一緒に過ごしてって言って、それで行って、でもめっちゃいいとこてか、なんかすごい綺麗な、なんかなんていうの、なんか高そうな場所で、え、なんかすごーとか思いながらやってたら、あの、突然はるちゃんとカレンがお誕生日おめでとうってサプライズで来てくれて、え、本当にいいって言ってたのにと思ってめっちゃ嬉しかったです。はっちゃんありがとう、たわくまありがとう。そうなの、めっちゃなんかそんなサプライズめっちゃ嬉しかったな。そうで、あの、ワカポンが、あの、2日暇みたいな言ってくれて、で、新社はゆいなと遊ぶ予定やと思ってたから、あ、たこやま、どうもありがとう、あの、あ、ワカポンも一緒に来るみたいな感じで、ゆいながそんなサプライズを、ね、仕込んでるとは知らず、ワカポンとゆいな3人で出かけよっかみたいな言ってたので、そしたらなんかワカポンが急に来れへんくなったみたいな、で、え、そうなんやって思ってたら、あの、このサプライズがあったからっていうことやったらしくて、だからワカポンとはまたの機会にご飯に行こうと思います。ワカポンはでもほんまに、あの、多分シンシンが誕生日やと知らなかったと思うんですよ、この日が。そうで、え、やばい、なんかシンシンが3人で遊ぼうって言ったものの、絶対来たら、誕生日やったら気使うよなとか思いながら、ゆいなに、え、気使うかなとか言ってたんですけど、そう、裏で調節入ってました。そうなんです。なのでシンシンが今日朝の場目で、シンシンはもう今日はワカポンとユイナと遊ぶつもりやったから、ワカポンとユイナと、あ、まあ、名前は伏せてたんけど、まあなんか謎めん謎めんで遊びますみたいな感じで言ってたんですけど、まさかの同期会になりました。また後日言います。遊べたら、ワカポンとも。すごい、こんなちゃんと誕生日を過ごしたのはほんまにもう覚えてないレベルで、
ちゃんとした誕生日を過ごせました。嬉しいです。はい、26歳のいいスタートです。レオさんありがとうございます。ありがとう。クマありがとう。なんかやっぱね、加入してからあんま、まあ、いつも生誕祭、あ、電気切れた。いやな、なんかすぐ切れそうやなって思ってて、あ、つけ、ついたわ。これはもう先行き怪しいよ。充電持つかな。今日あのミッドナイトレディオっていうなんか公式で配信されるなんかラジオみたいなNMB の公式 YouTube のなんかラジオみたいなの収録したやつが今日放送なんですけど、あのその時にえちょっとまあ一か別に聞いてても、その時にあの誕生日あの友達いないからあのユイナと過ごしましたとか言って、しかもなんかユイナがちょっと前になんか何食べたいって聞いてくれたんで、あの好きな食べ物食べてると思いますって、あのめっちゃおしゃれなとこに連れて行ってくれたんですけど、全然ちゃう好きな食べ物言う、めっちゃ嘘ついてるって感じなんですけど、収録なんであれです。ちょっとたまに嘘ついてるんですけど聞いてください。今日の夜です。今日はだからもう夜更かしコースで言いましたね。本当はなんかおしゃれすぎて何食べたか分からない。あ、パスタとか食べた。パスタとかなんか分からへん。おしゃれな何かを食べました。なんやろな、ちょっと分かんないです。パスタとなんかお肉パスタとなんか何かお肉的なやつとか、なんかちょっと言葉では言い表せないものを食べました。美味しかったです。まあそれも踏まえて聞いてみてください。裏ナンバちゃんじゃないです。え、裏ナンバちゃんのやつ、裏ナンバちゃんのパスタってこと。お店、あ、ラビグルメ検索でお願いします。今日は10曲歌えたらいいなって感じなんですけど、くらいにしようと思ってるので歌えるもんかな。いや、歌われへんかな。もうそろそろ歌うか。でも本当に好きな曲しか歌わないです。あ、つけとこう。
買っちゃおっかな。途中ちょっとなんか充電っていうかやばい切れそうみたいになったら止めながら。あ、ちょっと待って買った。あ、いけたいけた。ムーチョありがとうございました。わありがとう。久しぶりのカラオケ、これめっちゃ久しぶりじゃない？なんか単語目ありがとうございます。あ、どうどう、え、なんかこれ右やっけ、いけてますかみんな。みんないけた？歌っちゃ、あ、四つ葉ありがとうございます。ちょっとあのカラオケ配信中見逃してたら言ってくださいね。タワーありがとう。え、久しぶりに見た、見たじゃない久しぶりにつけた。まあ1曲目はあれでしょうっていう曲を歌いたいと思います。もう歌うでいい、歌うでえ、やばい、音聞こえへん。え、なんかどうぞ、あ、来た来た、なんかバースデー、あ、来た来た、1個ちっちゃ、授業終わるベルが鳴ったら不意に君を目隠しして思いはさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットコールゴールあたり不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど焦らして答えない、クラスメイトが集まって準備したのさこっそり、アイマスクを外していい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラッカー321 2、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えた友達、友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ、紙のコップで乾杯しよう、今日の主役は君なんだ、みんなの気持ち受け取ってよ、寄せ書きプレゼント、たった一度のセブンティーンさ、蛇の声が降り注ぐ夏、ピースしながらみんなで撮った写真はタイムカプセル広い世界の片隅で同じ時代を生きてる、今がきっと青春かも、遠い先でいつの日か思い出すだろうハッピーハッピーバースデー、素敵な一年を一つだけ、今大人になってそう君らしく大切に過ごすんだ、ハッピーハッピーバースデー、一人きりじゃないんだよ、辛いことに巡り当たってほら見渡せば涙サプライズ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマイフレンド、
Happy birthday to you. Happy happy birthday. ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消すよ。明日の先も幸せ届くように。Happy happy birthday. まだ夢の途中さ。目の前の未来の道は輝いているよ。まず一歩歩き出そう。君の頬に涙サプライズ。光る涙サプライズ。なんかもう君に声を揃えておめでとう。愛情込めておめでとう。ハッピーハッピーバースデー。グッドラックを君にギュッと抱きしめおめでとう。最後にもう一回おめでとう。お誕生日おめでとう。すいません、ちょっとうろ覚えですみません。まあまあまあ、これはあの余興みたいな感じ。いけてるね、いけてるね、見逃してないね、しんしん。このライターあかんわ。聞いてましたか？あのシンシンタワー見逃してないね。見逃してた言ってね。タワー行けたはず。あ、見逃してる？違う違う。あ、見逃してない、見逃してない。行けました、ありがとうございます。じゃもう一個曲、もう歌っちゃおうかな。あ、なんかどうやってんの。あ、これか。あ、じゃあ最近の公演で歌ってる曲を ちょっと待って。見逃した？じゃあ見逃したら言ってくださいね。いきます、歌うね。今から歌うよ。歌うからね。快速は止まらない、通過するとた重い電車の窓、ほら一瞬だけどホームの上君の姿。理由がある、途中で見かける可愛い彼女に恋してしまった。あれから僕は走る電車からずっと見てるよ。髪型を変えたんだね、切なすぎる動体視力。快速は止まらない、ときめきはクレーシェン、近づく駅ほら幸せな時。快速は止まらない、通過する片思い電車の窓、ほら一瞬だけどホームの上君の姿。
って乗車してくるだろう。目と目があったら即死しそうさ。そんな勇気なんて僕にあるわけない。どんどんと良くなるのは関係じゃなくて動体視力。プラトニック止まらない、このままで構わない。ハートの奥キュン、君は遠くて。プラトニック止まらない、思い出が早すぎる。もうすぐ冬キュン、ガラス窓が息で曇る。君が見えない。快速は止まらない、ときめきはクレシェン。近づく駅、ほんな幸せな時。快速は止まらない、通過する片思い。電車の窓、ほんな一瞬だけど、ホームの上君の姿。だってなぜか簡単にその姿見つけられる。走っているのに、動いているのに、その先見だけは止まっているように。 I love you。 余韻が長い。まだ曲終わってないです。あ、終わりました。ありがとう。これが公演でやってる曲になってます。快速と動体視力、僕の青春公演の曲です。好きなんです、この曲。いい曲よね。これはさすがに歌えました。歌えたね。うわ、なにこれ、なんかみこし、え、なにこれ、え、とんでもないの来てんけど。なんかちょ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 、どこ。りょうこありがとう。え、え、え、すごっ、ありがとうございます。みこしありがとう、嬉しいです。え、とんでもないやつやん、ほんまに。ありがとう。もううん。ありがとう、かわいい。バースデープレゼントありがとう、大好き、ありがとうございます。夏祭り、夏祭りタワー、ありがとう、嬉しいです。嬉しいから、え、もう一曲歌っちゃう。あ、これはもうほんまに心身の趣味です。心身の趣味の曲を歌いたいと思います。いきます。このね、どこかへ連れてって、プリキの馬二人で
懐かしソングを歌ってみました。ゆんちゃん、タワーありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。え、もうさあの昔もうほとんど全部のポジション覚えてグーの音のやってたんですけど、めっちゃ苦手やなってその時は思ってたけど、今やったらもう絶対楽しいやんって感じ。もう一回やりたい。もう一回公園でやりたいな。めちゃめちゃいい曲。エモいですね。昔やってた曲とかなんか、ああまたやりたいなーみたいななる曲多い。エモいですね。あ、日賀直さん、ありがとうございます。タワーありがとう、たくさんもうなんか埋もれてるぐらいすごいたくさんありがとうございます。ハッピーバースデー。
いつ見てもあのお祝いしてくださって嬉しい。ちょっと一回休憩します。お水飲もっと。うん、水分補給も大事。結構ね、本当にない曲多くて、歌いたいのに、わあこの曲っていうのを買って、ちょっとあれだったんですけど、結構厳選しました今日は。ね、本当にイベントみたい、なんかカラオケ配信してるの、いろいろイベントの時によくやってたから。新公演のサブ、本当に一人一人の声、独占権ないねん。一人一人の声が聞こえて嬉しいですね。見逃した？シンシン見逃した？あ、いけてるいけてる。はい、いけてます。いけてると思うので次歌います。次の歌はもしかしたらみんなは知らないかもしれないんですけど、シンシンがよく好きって言ってメールとかでも一回本曲よく聴いてるねみたいな感じで送ったことがある歌になってます。じゃあいきます。夏の君は誰より輝く素敵なアイドル、冬の君も大好きだけどキラキラ太陽が似合う人、まばたきなんてできないよ、だって真面目な顔もくしゃくしゃ笑顔もダウンをするその時に遅れて広がる髪もねえ見逃せないよった日から眩しすぎるよちょっと複雑君はサンシャイン照らしてくれるだけど私だけじゃなくてみんなを熱くさせるしょうがない人なんだもん。昔みたいにガラガラじゃない客席なのに探してくれてありがとう。振り向くときに指さすんでしょ、ずるい人です。君席が遠い日だって君の歌が聞きたい、毎日上手くなってゆくね、なぜか私が自慢しちゃうよ。不思議なんです、なんだか
達といる時間さえ頭の中はハートだらけだ。名前呼ぶ君ギュッと繋いだって久しぶりだね。甘い空間が広がる下がる目尻も甘えた声も私だけだったらいいななんてね。また今度ねとさよならすると下がる眉毛が可愛くてしょうがない。本当なのかな、私なんかに会いたいって思ってたりするのかな。すぐに会いに行くから忘れないで。泣いちゃった日もあったね、だけど君のせいじゃない。頑張りすぎが心配で言ったことすぐ忘れるし SNS がダメじゃない。そんなところひっくるめて全部世界で一番好きよ。眩しすぎるよちょっと複雑、君はサンシャイン照らしてくれるだけど私だけじゃなくてみんなを熱くさせるシャワーがない人なんだもん。ガラガラじゃない客席なのに見つけてくれてありがとう。指さした後微笑みうなずく、わかってるね君のことは全部。君と私の歌ずっと続け。ありがとうございます。これはぜひ握手会の後とかに前後、握手会前後に聴いてほしいなって曲です。あ、私自分の曲ではないんですけどすごい共感できるなと思います。そして新車は見た、途中のタワーをガッシュベル、ありがとうございます。かなかなだけかなだけかなだけかな、あ、だけでした。ありがとうございます。あ、どっか行ってんけど、ありがとう。はい、ぜひ聞いてみてください。とっても可愛い乙女な曲です。自分の曲ではないんですけどちょっとおすすめさせてください。可愛い曲です。レノちゃんありがとう、タワーありがとうございます。オーラ、それでは続いての曲歌います。あ、間違えた、また、とっとこハム太郎とかあるんやちょっと目に入ってしまった。あ、間違えた、また一緒の曲選んでもった、間違えた。次は、この曲あんの？ってなった曲歌います。いけてるね、いきます。
とのことは放っておきなさい。自己中こそ正しい生き方でしょ。準備いいかい、みんなで踊れ歌おう。ララ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  Let's enjoy もっと楽しまなきゃ、もったいない、人生はあっという間。 Let's enjoy だって100歳までのバディーだ。好きなことやるしかない、ブレイカー。冗談じゃない、勝手にさせてくれ。踊りたけりゃ朝まで踊るだけだ。バカになれるか、みんなでその手を振り離せ。ララ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  Get ready 何を備えって息にするなよ。ゲレリーそうだ、楽しんだ方が勝ちだ。やらんだ、後悔するな、ブレイカー。さあ見せてくれ、ジャンプしろ。ララ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  Let's enjoy。 どうせここで失うものなんて、評判とプライドさ。 Let's enjoy。 そんなものにならない外そう、せめて今だけ Break on break on。 Let's enjoy もっと楽しまなきゃ、もったいない、人生はあっという間。 Let's enjoy だって100歳までのバディーだ。好きなことをやるしかない、ブレイコー。初めて歌ったかもしれへん。いや絶対初めて歌いました。新進のユニット曲。あ、沸騰注意ありがとうございます。嬉しい。レアです、レアです。カラオケ配信自体レアなんで、しかも全然歌う時ないから。激レアです。でも確かに普通のカラオケでも入ってる。でも次のカラオケ配信をするのはいつかわかんないので、もしかしたら最初で最後になるかもしれない。激レアソロバージョンです。どうしよっかな。あ、出ましたので、じゃあ次の曲どうしよっかな。これもね、公演で歌ってる曲なんですけど、歌います。うわ、こんなイントロなの。夢にまで見たおうじ様よ、さあさ
ち向いて今まで出会った男の子恋して破れて脳が友達の紹介なんてイケメンいませんはずれくじだから二度と期待なんかは一ミリもしないのよそれわかる突然現れた人はドッキリまさしく私のタイプだし胸キュンどこにもいる中くらいの人とっささまで好みだわましてと言ってキラキラした目で見てそしたらそばの友達が言うウォ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 私の彼氏よ夢にまで見た王子様よで話しくじいた勇み足で最後に打たれたノーカンです。ヒンシンが言っていたいセリフは ないないか胸キュンか、あ、無理無理もういいな。それわかるもういいですね。フェイント、あ、全部言ってみたい。シンシンがいつも言ってるのは
残念です。それわかるそれわかる。この BGM だけにしたらこんなにバキュンバキュン言ってたのか、初めて聞きました。続きまして、あと3曲にしたいと思います。意外と時間がなかったので、あと意外と充電は持っています。次も普通に歌いたい曲を歌います。久しぶりにつけようかな。お、わかる。いきます。チューする？やだ、私に決めて、君のお隣さん、現金一番が欲しいの。 SSN のその子、バレてリアリティなの。あったら私がいいんじゃない、スパイシーよりも甘々がいい。結局私でしょ、思わせぶり。 Go! 好きかも。チューチューチューってして、チューチューチューがいい。愛をギュッと絞って、フレッシュなラブポーションだって。チューチューチューじゃなか、チューチューギュじゃいいや。ヒロインの登場で君はやっとヒーローになる。やだ、早く気づいて、でっかいこの愛情に思わせ。無理なの私じゃなくて君、君は君のままで、私私のまま。温度は熱々、幸せになろうよ。優しいねよりも可愛いが好き、こんなに思ってるの私だけかな。やだよ、ちょっとキュってキュキュキュってして。女の子とウサギは孤独でも生きられるのだけど、キュキュキュってずっとキュキュチュもずっと。私を逃したなら君は一生後悔するわ。血を二つでハートになって、ピースを逆で猫耳ねね、こっち来て耳傾け、ちっちゃい声で好きよ。チュッ、今のとこ切り抜いてください。だって君がいいの、君じゃないと。恋は私が作る、愛は君が作ってね。だからもっともっと求めて、すごくすごく愛して。ちょっとぶりっ子だけど、それ以上に繊細です。だからチューチューチューじゃなきゃ、チューチューキューでもいい。ヒロインの登場で映画館は拍手の嵐。キューキュー、かわいい。 NMB もこんな曲が欲しい。
って感じです。表題曲、こんな表題曲欲しいって感じです。とても可愛い曲です。まあ、王道が好きです。シンシンはとてもかっこいいのもいいけどね、王道も欲しいなって思っております。あー、せんちゃんありがとう。え、なんかでかくない？ありがとう。あ、オッケーです。じゃあ、あ、かわいい曲よかったです。じゃあ、あと2曲歌います。もうって感じなんですけど、もう終わりなの？行きまーす。スイカベイビー、世界で一番好きだよ。みずみずしいその笑顔が好きだ。スイカベイビー、まぶしい太陽の下で輝いた真夏のマドンナ。田舎道ポツンと屋根のあるバス停、僕を迎えに来た幼馴染さ。久しぶりの帰郷、なあめくむ君と変わらないすべてにほっとしてるんだ。恋人はできたのか、冗談僕聞いたのは去年より綺麗だから。スイカベイビー、今まで気づかなかったよ。この季節当たり前のようで、スイカベイビー、懐かしい橋を渡って知らぬ間に僕は恋していたんだ。遠回りしてみた僕たちの中学、サッカー部の後輩、汗をかいてた。同じグラウンドで同じ夢を見てた。マネージャーの君は異性じゃなかった。ビル街のアスファルト、遠くの空を思うと期待地な花に気づいた。ベイビー、世界で一番好きだよ。みずみずしいその笑顔が好きだ。スイカベイビー、まぶしい太陽の下で輝いた君は真夏のマドンナ。こんなに甘いのになぜだか切なくなる。心はいつでも緑色に黒いしましま。スイカスイカベイビー、今まで気づかなかったよ。この季節当たり前のようで、スイカベイビー、懐かしい橋を渡って
これも、あ、ちょっと待って、その前にレオさん、ありがとうございます。これ何？ DJ パンダみたいな感じ？クマか？クマなのか？ありがとうございます、レオさん。かな？いけてるかな？いけてるかな？いけてるかな？ありがとうございます。あ、ちょっと限定タワーありがとう。この曲も公演でやってたんですけど、あの時はちょっとなんかうまく踊れなかったんですけど、ちょっと今もう一回やりたい懐かしい曲ですね。もう本当に私は大島優子さん推しだったので大好きでした。この曲は懐かしい曲です。10年前、そうよんな。だって、ラスト、次はラストの曲になります。あ、次が本当に最後の曲になります。ラストはアイドル人生で、わ、こんな曲歌ってみたいという曲を歌います。ちょっとあの48ではないんですけど、あ、来た、ありがとうございます。最後に歌いたいと思います。よいしょ、あー、いた。あ、48じゃないんですけど、すいません。どうしてももういい歌があるんで歌います。最高の笑顔届ける最高才能に努力が大事よ。ちゃんとお勉強して、ちゃんとお片付けする。だって私はそうアイドルだもん。好きなタイプは私を大好きで真面目一途な人、ぴったりな君だけど今じゃない。自信はもう大人だけど君だけのものになれないの。あ、ごめん、いつまでも好きでいて約束よ。わがままなお願いでみんなのものでいたい。それでも私のこと好きですか？ピンク色のフリフリスポットライト浴びて、いつかきっとね、君だけの私に今はまだ歌いたい。現役アイドル中、ずっとワクワクなのよ。お顔スクラブもしてお気に入りパークしちゃうんだ。キラキラメイクは今日もバッチリ。やっと君とデート、ちょっと話せるだけなのに、なんか自信はそう早起きして、二人の時間を楽しみにしてるから、握手会コンサート会いに来て。
しゃれなお洋服も準備して待ってるね。会えなくても頑張る君のことをいつまでも好きでいる。オフィシャル両思い。赤と白混ぜた人にありがとう。こんなにキュートな私できちゃうもん。くるくるレースも左回ってる。いくつになってもこのままここで輝く。ねえねえ教えて、しんしん今日もかわいい？いつまでも好きでいて約束よ。私だって君のことずっとずっと大好き。一生私のこと好きですか？ピンク色のホリホリスポットライト浴びて、いつかきっとね君だけの私に流れです。これにて終了。ありがとうございました。感想ちょっと時間はオーバーしてしまいましたが、ありがとうございます。誕生日をたくさん祝っていただき、あのシンシンの好きな歌も聴いてくださってありがとうございます。本当にこの曲いい曲、かわいいよね。いい曲です。ありがとうございます。ちょっとあの時間に結構追われてまして、ちょっとここで終わりになってしまうんですけれども、めちゃめちゃ楽しかったです。また、これで最後にならないようにまた、3年後くらいにまたカラオケ配信しようと思いますので、その時にまたよろしくお願いします。その時にまた見てください。4年に1回ぐらいやろうかな3年に1回くらいやります。ありがとうございましたそれでは今日タワーをくださった方の名前を呼びたいと思います。光飛びえぐい、マーシーさんありがとうございます。そしてロンドベルありがとう。あ、スクショできたかな。スクショしてくださいね。きたちゃんありがとうございます。ともたんありがとうございます。そしてナンバーワンありがとうございます。そしてはっちゃんどうしました。ムーチョありがとうございます。え、無理、早すぎる。じゃあちょっとゆっくりめで。やつば、え、なんかめっちゃ揺れてんだけど、ありがとうございます。そしてりょうこありがとうございます。ゆんちゃん、ひがなお、すいませんちょっと字汚いんですけどありがとうございます。大久保ゆきおさんありがとうございます。そしてガッシュベル
ありがとうございます。何回も落としちゃう。レナちゃん、ありがとうございます。して、あ、そして、そして、沸騰注意、すいません、ちゃんと漢字書けなかったんですけど、ありがとうございます。そして、ギャオスケさん、ありがとうございます。そして、せんちゃん、反転してるね。え、みんないけてる？ありがとうございます。ラスト、レオさん、ありがとうございます。飛んでるね、ありがとうございます。あ、もう一回やってほしいよって人いますか？もう一回画面見せてほしいよって人いますか？いたら見せます。いけますか？いけましたか？みんないけたのかな？みんないけた？いけたと思っていい？あ、え、いけてそう、いけてそう。もう一度みたいな。あ、お願い。あ、どなた？ムーチョさん。あ、どれだろう。あ、ありました。はい、いけますか？いけました？復唱できた？え、いけましたでしょうか？いけたかな？いけた、いけました？あ、いけました。あ、よかったです。他は いけますか？他やって、他みんないけたのかな？みんないけた？みんないけたの？いけたの？どうなの？いけたのか？いけたっぽい。ありがとうございます。今年もたくさんお誕生日お祝いしてくださり嬉しい、ありがとうございます。あ、見たかも。また来年も誕生日、多分暇やと思うので祝ってください。ありがとう。あとは次は10日に生誕祭があるので10日よろしくお願いします。あとは4日に、握手会あるね。フェスもありますね。2と4に、あ、2 3と5にありますね。ありがとう。楽しみにしています。会えるの。それでは、今日のランキングを読みます。あ、スクショしとこう。やばい、このカラオケ。あ、いけたいけた。あ、やばい。これ取られへんくなった。まいっか。あ、でも、いけるかな。スクショしまーす。あ、いけた。あ、え、いい感じじゃない？あ、あ、あ、いいです。2枚も取れました。ありがとうございます。スクショタイムもしとこ。あ、なんかキラキラが。そう、イヤホン取れへんね。いけたいけたいけた、行けました、行けました、取れました。はい、OK です。これ、あ、これありがとうございました。行けましたでしょうか？ではランキング読みます。13位、新進推し夫婦の旦那、ありがとうございます。12位、れなちゃん、ありがとうございます。11位、はっちゃん、ありがとうございます。10位、沸騰注意、ありがとうございます。9位、よつば、
ありがとうございます。1位ムーチョー、ありがとうございます。7位たこやま、ありがとうございます。6位ロンドベル、ありがとうございます。5位ガッシュベル、ありがとうございます。4位大久保ゆきお、ありがとうございます。3位レオさん、ありがとうございます。2位ギャオスケ、ありがとうございます。1位りょうこちゃん、ありがとうございました。特大タワーも本当にありがとうございます。嬉しいです、こんなにみんなで祝ってもらえてとっても嬉しいです。ありがとうございます。それでは10日も楽しみにしております。ありがとうございました。また普通に配信もすると思うので、その時はよろしくお願いします。じゃあ26歳もよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。本当に